で、ああ、もうね、あれが本社みたいなんだけど、ちょっと、キャンプ、行って、バフやらなんやらを受け取りたい。これね、一回ダウンしたらバフが切れてんじゃないかな。そんな気がする。どうせ1時間しか持たないしね。あ、でか、本社はそんなにリッチじゃなさそう。なんだあれ。ミステリーサークルじゃん。ええー なにこれ、なにこれ、なんなにかこれ、もうめっちゃやばそうだけど、なにこれ。なにこれ、なにあれ、形変わった。レルガまさか、ン？ああ、でも、シュドーンって来たらちょっとビビるよ、なに、なにさ、あれ、お、なんの音、おー、閉じた。何あれ レールガンだっ めっちゃ怖いんだけど。て。え、ヘリで近づいたらああなるの？物音を聞かれたとか出てたけど、ちょっと気になるな。すぐキャンプさ、いや、そう、キャンプそこなんだよ あの物騒なやつってのはすぐそこにあるんだけど。ああ、近くに敵がいる。この辺に交通量が全くないね。この辺大して来ない。ワイルドランズのような人々の賑やかさがない。コカインでウヘウヘになってる。今回 民間人から車を奪えたもんな、確か。そうだよ、乗り放題だよ。あ、ドローン飛んでる。あれ、待って、民間人が撃たれそうになってる。民間人が撃たれそうになってる。これは楽勝でしょ。おっとっとっと、あ、ドローンに発見されかける。そう、真上にドローンが飛んでんだよね。ちょっとさ、ドローン壊せそうなら好きなタイミングで壊していいよ。全然壊せるよ、俺。あ、壊してちょうだい。壊してんだよ。おお、なんだ、なんだ、敵が跳ねてった。敵が真上にピョーンって。ちょうど見てなかった、そこ。大丈夫ですか？あれ？大丈夫ですか？ああ、違う、お前は担がなくていい。お前は担がなくていい。この人別に何も出てこないよ。助けてあげたのに。何もないわ。お礼はこれよとかないの？これよ。形が変わったこの謎の レールガン これが例のさ、あの何、ヘリとか飛行物を襲うあのドローンもどきみたいな。これ？飽きもしないんだ。死へえ、ぬまであ、れちゃうけど。扉があるけど。めっちゃ登れちゃうけえ？どこまで行くんだよ。モッドで付け足された感すごい。お、あれ？なした？いや、絶対今あれ、パラシュートできると思って行ったら、なんか飛んできた。あ、こダメれだった。ヒールドローン、自分にしかできないのかな。ちょっと待ってね。これ、死体にファストトラベル、あ、できるんだ。へへ。おい、あ、ははは。ふざけんなよ。バカ、あ、奥の、
奥の施設の人らが警戒したよ。キャンプ立てよ。キャンプ立てよ。生き返った。キャンプ立てるぞ。どこだっけこれ。この真横にあったはず。なあ、造園。どう考えてもあの、なになになに。あ、なんだあれ。あれ一般人か。緑。仲間じゃないあれ。早くキャンプ立てよ。接近って言われたってな、これキャンプ立てれんのかな今。出ちゃう？あ、立てれる。勝った。せこいなこれ。じゃあ今日のキャンプ地はここだ。また漏らしてんじゃん。漏らしてね。あ、これキャンプ入ってたらさっき取ってたバフが勝手に入る感じかな。うん、マリアの店で特に買いたいものも今ないし、車さっき買ったし、バフかけるか。永遠に食事して疲労じゃないや、負傷体制つけるでいいや。はい、終了。で、もう一回夜にしようかな。夜がいいの？いや、やっぱり明るいとさ、見つかりやすいじゃない、敵がいると。夜補正とかあるんか？いや、ある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 。だって、ライトついてるところ歩いてたらすぐ見つかっちゃう。それ夜だから。昼間はどこでもライトだよ。どこでもライト。そうか。さて、あれ？まだ警戒してんの？勢力同士が構成。ちょっと待って、スキル取得したい。あ、4ポイントも溜まってるじゃない。うん、ナイトビジョンだ。それは大切。大切。点在する謎の敵さんたちね。あなたしかいません。もう、はい、あれもう今戦ってる感じ。やったよ。マジか。民間人がずっと怯えてるっていう。助けることすらできない。あ、なんだこれ、情報だ。ノーノーノーじゃねえ、助けたんで。あ、そこにもいる。ああ、撃たれそうになってる。まったくよ。またで。かわいそうに。ドローンがセットでいるのが厄介なんだよな。銃声鳴らしてもいいなら多分。あ、ストップ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 。ウルフ、ウルフ、ウルフ。ウルフ、ウルフ、ウルフ。走れ、走れ、走れ。あ、俺今、死体になってるから大丈夫。いやー、厄介だよなこれ本当に。いてててど、ドローンはどの道バレる。ちょっと、あー、メディック、メディックドローン。まあ、いや、あのフレアから、フレアを避ければドローンしか来ないからまだそれはいい。まだドローンいるの。勘弁。ああ、死んじゃった。死んじゃった、まあ、どうせ生き返るでしょ。うん。なんだそれ、なんだどうせって。あ、ドローン一体がずっとこっちを見てる。その黄色いやつか、こうしてん。オッケー。なになになに。で、まさかウルフと戦ってる。ひょっとして。あ、これウルフ。
そのアイコンはウルフじゃないか。なるほど。あ、生き返んないの？今1分経った。ああ、なるほど。ドローンか。いや、ドローンはそんな何度も使える万能アイテムじゃない。多分1回切る。万能アイテムだと思ってた。ウルフ全滅したね。治療じゃ。さて、おい、うん、え、何？何かに警戒されてる。何か。え？俺何も出てないんだけど。俺も何もしてないけど。あ、俺もなんか来たな。なんで警戒してんの？あ、解いたわ。あ、で、早速電源装置を見つけた。あ、今あんま意味なさそう。うん。あ、なんだ？あ、敵の偵察ドローンにこっちのドローンが今一瞬感づかれたかもしんない。ドローンもずっと同じところに止めたらダメだね。もうちょっとこのモヤを。あ、でもなんか警戒してそうだな。俺キャンプで夜まで休憩にしたはずなんだけどな。全然夜じゃねえ。めっちゃ夜っぽい雰囲気にはなって、虫とかないし。白夜かここは。かな。意味ねえじゃん夜になっても。何時でも変わらない。電源装置あったけどどうしようこれ。別に、いやーでも警報装置とかあったらめんどくさいしな。うん、まあ壊しとけば。ちょっと切るだけ切ってめっちゃ離れてみようかな。ほほ、これか。ダッシュ。みんなそっち行ってよ。 OK。 あ、今すげえ離れてる、うん、よし、ここまで離れれば大丈夫だ。ドローン出そう。今ちょうどみんないなくなったから調べます。 OK。 何なんだ。あ、ドローンが木にぶつかった音。あ、地下があるね。地下があるね。あった。地下研究所の入り口っていうのはここのことだ。あ、地下とかあるか。うん。地下研究所に行かないと、そのスケル、なんだか、っていう人がいるのかもわかんないし、情報があるかもわかんないし。こいつやりたいな。スパン。よし。地下向かうから。うん、俺も地下行くわ。ヘリポートのね、横に入り口がある。ああ、あったあったあった。お、こっちにいるのこれ。そこね、多分入ってすぐ敵がいると思われる。赤も、もや、赤もや。このケースはなんだ。あ、新しいベストだ。OK、そっち行くわ。これもう入れそうだけど。OK。入っちゃう。あ、スタミナバフ楽だ。ね、よし、なるべく隠れつつ。うわ、いや、もう開けたら目の前にいるのは無理だわ。ぶちのめせ。
エム中の感度低くしてる。これは地上の兵士たちが一番めんどくなりそう。秘密の資料はどこだ。あっちだ。ここ奥だよこれ。もっと近いけどこれ。マジで？これなんか通れる道と通れない道がたくさん。あ、待って、これ。おお、来た。これ他にも入り口があったんだわ。じゃあ入り口が限られてんならもうこっから来る敵をみんな倒しまくれば。俺もどんどん行っちゃってる。オッケー、俺も下行くわ。何そっちに地下が広がってんの。そうこっちなんだよ。ちょっと体力やばい。マップ更新よし。野営地がバンバン増えてく。あ？何？承諾します。近く行っただけで入っちゃった。はい、ジェイスキルか。急げ、行くぞ。聞いてくれ。俺はノマド。アウロワの調査のため派遣された部隊の人間だ。フォックスはあんたを信用できると言った。それはともかく。あんたを追ってる連中は俺のことも狙ってる。お互い協力し合わないか。フォックスはアヤナと一緒かい。彼女は CEO の座を奪い、怪物どもと手を組んでる。いや。彼はマッズの洞窟にいる。洞窟？実際に見てみればわかる。荷物はないか。行くぞ。急げ、時間がない。私のせいだ。何もかも正してみせる。ああ。ドローンが鍵だ。下出る作戦。今はそれが全員を閉じ込めている。だがアウロアの解放に使える。教えろ。なぜウォーカーはこんなことを。ウォーカーは軍事顧問だった。島を奪ったのは彼だ。目的はドローンだ。友人だと思ってた。ああ、それは俺もだ。涙が出てきたぜ。いえいえいえ。くそ。オーカー。ジョサイア。会えて嬉しいぞ、ノーマド。まだ生きてるようで何よりだ。ああ、おかげさまでな。これはエゴではないんだ、ノーマド。ウォーカーは正当な理由があってここにいる。ジョサイア、そいつは裏切り者だぞ。彼は革命家だ。世界を良くするための計画がある。なぜ俺の部下を殺した。ウィーバーまでも。俺たちは自らの意志で戦士になった。お前の主には信念ってもんがない。ジェイスを渡せ、ノマド。そして俺たちと来い。引き渡すのか。いや、変わらねえな。お前はいつもそうだった。ガラスは防弾だ。どうだか。ここを脱出する。あそこからだ。有毒ガスが充満している。無理だ。こ
ここにいても死ぬだけだ。早々に裏切られたよ。早いな。あ、いや、早かったな。これも早かった。待って、このダクトに入るよ。いや、もう入って出てきたでしょ、これ。あ、出てきたのか。オッケーオッケー。あ、ついてくるね、ジェイス。ヘリが近くにあった。いや、こいつ。だよね。敵だよ。ジェイス来てる？オッケーオッケー。ジェイス、ここにいる。オッケー。あえてあなたの横に座るっていうね。移動できねえじゃん。そう。何どうなってる？ジョサイアはあんなやつじゃなかったはずだ。あのままじゃ殺されていた。今ここで楽にしてやろう。私は？あいつらだ。あいつらが島を占拠して私の会社を乗っ取ったんだ。私は味方だよ。なら、なぜ輸送艦を沈めた？あれは、あの船は島からドローンを持ち出していたんだ。核爆弾を超える兵器になりかねないドローンだよ。阻止しなければならなかった。死傷者がいる。乗組員が数人死んだぞ。他に選択肢がなかったんだ。数週間前、彼らは南アジアでドローンの実地試験を行い、誤って民間人を殺害した。私が開発を中止しようとすると、今度は島を占拠してきた。あの輸送艦を沈めるしかなかったんだ。お前のドローンの性能は知ってる。何人かの民間人がボートで島を出ようとするのを見た。そんな…お？まただ。うまくもいかない。フォックスとハーモニーは助かった。そんなことになるなんて。エレコンっぽいやつ。今はどこへ向かってる？エレコンだ。あれだ。その洞窟にホームステッドが避難する。何なんだろうな、あれ。まあいいや。お、あ、何やる。もしかして最新鋭のサムターレット、あれが。形的にはだってっぽいよね。あ、なんか打ち出す感じになった。だとすればすげえわかりやすいターレットだけど。うん、あ、話す。はい。あ、消えた。つけると話さなきゃいけない。なんだ。マッツ、ジェイス・スケルだ。スケルテックの CEO。 誰かは分かってる。隣人だもんな。うん、近所付き合いはしとくべきだったな。誤解してた。てっきり交流したくなかったのかと。でも会えて嬉しいよ。ああ、フォックスが言っていた通り、スケルではなかったようだ。ウォーカーだ。奴らはドローンを止められるスケルを狙ってる。で、そいつをここに連れてきた。ならウルブスに渡すか。そっちの方がマシだ。ジェイス。ああ、ハーモニー、大丈夫？怪我は？大丈夫。会いたかった。もう一緒だよね、ハーモニー。それはまだ。待つ、いいでしょ。ジェイスがいてもいいよね。わかった、わかったよ。いてくれていい。やった。パソコンの準備しよう。まず、ありがとう。みんなのために全力を尽くすよ、約束だ。一体何台のコンピューターを準備するつもりだ？そういえば、フォックスが見せたいものがあると。こんなとこに Wi-Fi 飛んでなさそう。わかる。絶対圏外でこんな。いや、もう 5G が通ってる世界かもよ。使い放題じゃん。
だって 5G 速度制限ないんでしょ。その俺よくわかんないけど、だってあの過去の回想シーンの時点で2022年中東ってことはね、うん、さてなんだ今のフォックス、H20 フェニックス、平成20。このちょっと小綺麗なコンテナよ。小綺麗な。見せたいものがあるらしいな。ジェイス。おお、フォックス、また会えて本当によかった。本当に信じてくれてありがとう。別にこいつを信じたわけじゃない。それより見せたいものと。重要なことだ。車内にいる人間がスマートグラスで撮影した映像を送ってくれたんだ。私は単純だ。君は協力すると約束した。私は約束を破られるのが嫌いだ。こいつはトレイストーンだ。警備会社センティネルの CEO だ。なぜ雇った？そのつもりは。マイルズだよ。政府とのパイプ役、彼に勧められた。マイルズ？作戦を発案した CIA の男だ。あの野郎、まさか俺らをはめやがったのか。ああいう経営者は嫌いだ。あ、君は違ったけどね。なぜピーター・マイルズが。ああ、研究所が何者かに爆破されたんだ。それで武装ドローンの開発に踏み切った。マイルズに投資されて警備システムオメガを作った。そしたらウォーカーが軍事顧問としてやってきたんだ。それで連中を止めようとしたら乗っ取られたわけか。まずは人々を島から避難させ増援を呼ぶ必要があるな。それの実現を考えてた。よし、さすがジェイス。ドローン制御プログラムの穴を見つけた。今はウイルスを作っている。こいつでドローンを掌握できる。それで脱出できるんだな。ああ、手を貸してほしい。味方が島に来れるのなら手を貸そう。ありがとう、ノマド。作業場を準備している。来てくれ、話をしたい。もう最高だ。これまではただの情けないやつで、要するに胃がムカムカしてたのに脂っこいものが食べたかったりしたけど、今は最高の気分だ。やる気満々。やってやるぞ。なんか反応してあげて。一番反応に困るリアクションだわ。で、あ、今のがセンティネルの CEO なんだね。ユニダット並みに面倒な人々。って
ていうかあの無人機だってセンティネルのやつだし、硬いし硬いしバレるし、もういいよ、良さそうなオフィス構えてるじゃん。なんだよこれ。ちょっとお話ししちゃうよ。よし、スケル、計画を聞かせてくれ。ドローン制御プログラムの穴をつけば、島の警戒網を構築しているドローンを一区画分ダッシュできる。でもうちの主任エンジニアがいないと。それからプログラムのバックドアを塞がれないようにする必要がある。開発中の最先端 AI もなきゃダメだ。あ、終わったここまで、ここまでだ。だからこれから始まりますっていうところで終わらず、終わっちゃったね。まあサブ任務はいくらでもできるんだけど、サブばっかりやったってね、なんか味気ないからね。続きは製品版。続きは製品版。あと1週間か。あと1週間だね。じゃあ終わりますか。終わっちゃったから、うん、終わっちゃったからね。なんか引き継がれないサブをずっと続けてもなんかね、悲しいからね。製品版でちょっと、これやったよって気分になっちゃう。製品版をこう動きたいの。じゃあ、お疲れさんです。お疲れさんです。